金子さんは佐野市の産業についてどうお考えですか？そうですね、佐野市の産業を発展させることは大変重要なことだと考えています。令和元年台風19号で佐野市は相当な被害を受けました。全国から多くの方々の支援をいただき、また多くのボランティアの方々が駆けつけてくれました。私はこの佐野市に防災拠点の創設を考えます。またもう一つは、今後は国際社会の一員としての役割も果たしていかなければなりません。そういうことを考えると、国際防災拠点を創設をし対応してまいります。非常時ばかりではなくて、平常時の取り組みも求められます。備蓄関連産業を誘致することによって平常時の対応を行う、非常時はもとより平常時の備蓄関連産業の対応を行うことによって新しい防災拠点の仕組みを作り上げてまいります。